はい、こんにちは、ちぃと申します。今日もまた見る素晴らしき世界続きをやっていきます。ということで続きからやっていきましょう。はい、ここに戻ってきました。ですね、前回はこのジミー君との出会いでしたね。リーベンちゃんと、あとは新しいパートナー兼ストーカーこのジミー君との出会いを見ていきました。で、まだあとね、二人ね、はてなはてなはてなの人がいるので、ちょっとこの人たちを見ていこうかなとは思ってます。一応ね、なんかポストのところに黄色い旗がついてるので、新しい手紙も来てるとは思うんですけど、まあ、その前にね、こっち読んでいこうかなって思ってます。じゃあ順番に、この茶色の人、あ、でもここつながってる。2万ペソ、あとはなんて読むんだろう。長兄民、これちょっと読み方調べてみるか。いや、なんか調べようと思ったんですけど、こっちの読み方ちょっとわかりませんでした。長兄民、いや違うかもしれないけど、なんとか三条っていうところで繋がってるっぽいので、じゃあこの二人一気に読んでいきますか。じゃあまずはこちらから、2万ペソの方から。2万ペソ、俺の名はカルロス、18歳だ。今日はとても大事な日だった。なんて言ったって、今日俺はこのメキシコから旅立つんだからな。え、メキシコ？舞台がなんか中国だけじゃない。孤児院の鉄砲おじさんとベニータ院長がいつも言っていた。外国に行きたきゃまずパスポート、それからビザ、最後に航空券を買えば行きたい国のどこにでも行けるってさ。でも香港に行くのにビザはいらなかった。俺はもうパスポートを持っていて、あとは航空券だけだ。今日の明け方、鉄砲おじさんは山道を6時間も運転して国際空港まで俺を送ってくれたんだ。お、鉄砲おじさん優しい。別れ際にはまだ温かいオムレツを紙に2つ包んで俺のカバンに入れてくれた。俺はいつ鉄砲おじさんに会えるかわからない。本当に名残惜しかった。でもそれでもやっぱり外国に行きたかったんですね。あ、これ空港のアナウンスか。俺は空港のスケールに圧倒され、ついついゆっくりと歩いてしまった。空港ってすっげー綺麗。通りで航空券があんな高いはずだぜ。どこで航空券を買えばいいのか、その辺にいる人に聞いてみようとしたその時、注意で男にぶつかってしまった。俺は抱えていた3つの段ボール箱を全部落としてしまった。俺はすぐに拾ってその箱を積み重ねるのを手伝った。中身壊れたりしてなきゃいいんだけど、あ、大丈夫かな、これ荷物がちょっとなんか入れ違いになってしまったのではぶつかった相手は金色のメガネをかけていて、すげー上品な人だった。彼は段ボールを持ち上げると俺に怒るどころか会釈して去っていった。なんかすげーいい人だな。空港には看板があったが、俺はあまり文字が読めないもんで、空港券売り場のカウンターにたどり着くまでに空港2周もしちまった。空港券は1万ペソちょい、鉄砲おじさんが言ってた値段と同じぐらいだな。俺は全財産を持ってきていた。財布の中には両親や姉ちゃんが残してくれた金と自分でバイトして稼いだ金が入っている。それ全部足しても2万ペソあるくらいだけどな。あ、これがタイトルの2万ペソか。と、そこで最悪な事態が発生した。なんてこった、財布がね。個人を出るときにちゃんとチェックしたし、そのときには確かに持ってきたのに。え、まさか鉄砲おじさんの車に忘れてきた？俺は急いで外に向かった。あのぶつかってしまったお兄さんが3つの箱を持ったまままだ空港をブラブラしていた。あれ、あの人道に迷ったのか。いや、今は他人に構ってる暇はねえ。おじさんを急いで見つけないと。なんかもう他人を疑うことを知らないんだこの子は。結局どこにも鉄砲おじさんは見つからなかった。多分もう山に帰っちまったんだろう。俺は荷物を抱えて来た道を山に向かってとぼとぼと歩いた。もう空も暗くなっていて、荒廃した道路には車1台だって通りゃしねえ。明日の朝どうにか乗せてくれる車が通ればいいんだけど。主よ、どうして俺はこんなについていないんでしょう。あメキシコって何？メキシコはすごく大きい国のことだわん。西にあるわん。
西？私たちの西側ってこと？ってことは私たちは東にいるのね。いやいや、僕らは人間とは違う世界にいるわん。人間の東西とは関係ないわん。地球はボールのように丸いわん。だから東西というのはただ相対的な解釈でしかないわん。相対的って何のこと？あ、わかった。つまりメキシコの人は自分の国は西にあるって思ってるって意味でしょ？え？あ、ダメだ。僕も混乱してきたわん。そういえばさっきのあの手紙の送り主は中国人よね。私ね、中国にはなんだか親近感を感じるの。逆にメキシコはちょっと遠くに感じるんだけど、これはユアンちゃんが生きてた頃のなんかそういうところに通じるものがあるのかな。あ、でもどうなんだろう。もともと人間でそれから神様になったのかな。でも着てる服もね、やっぱりちょっと中華っぽいですよね。めちゃくちゃ可愛い服を着てる。なんでだろう。それは僕らに手紙を書く人間には中国人が多いからかもしれないわん。中国人は世界のどこにでもたくさんいるんだわん。そうなんだ。じゃあ今見てるこの手紙の文字、これも中国語なの？これは中国語じゃなくて僕らの文字だわん。実際いろんな国の人間がいろんな言語で僕らに手紙を書いているわん。でも受け取った時には僕らが理解できるよう変換されるんだわん。なるほどね。そうなんだ。神様って便利ね。カルロス。カルロスくんすごい散々な目に遭ってる。でもこれはぶつかった時にいろいろあったんだろうな。じゃあちょっとこの調子で次の手紙読んでいきましょうか。俺はチャンギョンミン。あ、これ読み方なんか何々民子っていうのでなんか日本国民みたいなそういう民かと思ったけど違った。これはなんかこの主人公というかこの人の名前だったんだ。まあそりゃ検索しても出てこないか。チャンギョンミンね。本当覚えらんない。ちょっとメモしとくか。はい、ちょっと名前本当に覚えられないのでメモしてきました。チャンギョンミン、韓国警察大学を卒業したばかりだ。韓国か。今年で23歳になる。今日はこれなんて読むの？釜山警察署で合ってる？への初出勤日だ。なのにミケさんの目覚まし時計が10回目になってようやく目覚め、そしてとんでもなく寝過ごしたことに気づいたんだ。あ、ミケさんの、ね、目覚まし時計使ってる。可愛い方だ。ベッドから飛び起きてズボンを履き上着を掴んで外に飛び出した。でも初出勤で寝坊か。やらかしてんな。慌てすぎてお隣さんの植木鉢を倒してしまった。すいません、後で絶対弁償します。遅刻しちまうんで。超特急で警察署に到着した時にはすでに45分もの遅刻だった。やってんな。やっておりますわ。署長室で60手前のコン署長は最近の若いやつはと一言漏らすとそれ以上何も話す気はないようだった。コン署長ね、名前覚えられるかな。そして俺は資料室送りになった。資料室、これちょっと見てみよう。コンピューターやインターネットの台頭に伴い警察でも住民の身元や戸籍情報などの情報は広く電子化されてきた。熟練の警察官が持っている膨大なデータベースから必要な情報を即座に検出できる能力は一刻も争う事件にとってとても重要である。テーブルの下にパスワードを放置しないこと。パスワードはダメ、本当に放置しちゃダメ。あー、マジでなんでこんな日に寝坊しちまったんだよ。神様、仏様、どうかお助けください。どうか。刑事になるのが俺の子供の頃からの夢だったんだよ。資料室なんかに行きたくない。捜査課ってどんな場所？資料室よりすごいの？捜査課の専門は犯罪者を捕まえることは。でも資料室の仕事だって大切なはずなんだけど。まあでもなんか花があるのはやっぱり現場で活躍してる人っていう感じなのかな。まあそれもわからなくはないよね。チャンギョンミン、 あれこれだけ？え、これがさっきとなんか関連がある？嘘。
一応スタートしてみる？スタートするけど、なんかさ、掴めるのがこれしかないんだけど。え、これだけ？不注意で男にぶつかってしまった。これを掴んで、え、ここに入れるってこと？だってここしか入れる場所ないよね。あ、いや、これはもうなんかこれしかないみたいです。だから迷いようがないかな。そうね、カルロスくんは人にぶつからない。代わりに、チャン・ギョンミンさんが人にぶつかると。こういうことかな。これで決定にしよう。どんな感じに物語が変わっていくのか。少し向こうに看板を一つ見つけた。なんて書いてあるのかは全然わかんねえけど、きっと航空券売り場のカウンターだろう。俺の勘はよく当たるんだ、へへ。航空券は1万ペソちょい。鉄砲おじさんが言ってた値段と同じぐらいだな。俺は全財産を持ってきていた。財布の中には両親や姉ちゃんが残してくれた金と自分でバイトして稼いだ金が入っている。あれ、全部足しても2万ペソあるくらいだけどな。また無事にメキシコに帰ってこれるといいんだが。3時間後、轟音とともに飛行機が離陸した。重力で俺のケツがやたら柔らかい椅子に一気に沈み込む。おお窓の外、メキシコシティがどんどんと遠くなっていく。これがカルロスくんか。イケメンですね。文字消したりとかそういうのはできないよね。スクショしとこ。トラロック山にある孤児院も、もう小さな白い点にしか見えない。突然、俺は怖くなってきた。もし、この飛行機が落ちたらどうなるんだ？できれば落ちるなら海の上だったら泳いで戻れるから助かるんだが、でもこの腹に巻いてるシートベルトとかいうのが厄介だな。俺が万が一事故った時に外し忘れたら飛行機と一緒に沈むしかないってことかな。ああ、そういえば世の中には保険ってのがあって、家族が死ねば大金が手に入るって話だけど、それって姉ちゃんがメキシコシティに家が買えるぐらい出るのかな。初めての飛行機だから超怖がってる。なんてことを真剣に考えていたら、なんかすっげー綺麗なお姉さんが飲み水がいるかと聞いてきた。いらないいらない、金ないから。もう一度財布を開けて数えると、中身は残り1万ペソ。今からは1ペソずつよく考えて使わないとな。ペソが選べる。ペソはスペインや旧スペイン植民地諸国で使われている、あるいは使われていた通貨である。現在最も流通しているのはメキシコペソ。で、その他キューバペソ、フィリピンペソなどがある。へえ、メキシコペソは世界中どこでも流通している通貨ではない。いくつかの地域では第三国の通貨に交換する前に米ドルに交換する必要がある。なるほどね。あんまり外貨ってね、触る機会がないから私はちょっと全然わかんないんですけど。なるほどね。香港の物価は超高いらしい。姉ちゃんを見つけるまで節約しないと。あ、お姉さんを探しに行ってるんだ。姉ちゃん待ってろよ。主よ、どうぞ我らを助けたまえ。なるほど。いやー、ちょっとこれはいい感じの話につながってきましたね。そしてこっち、人混みの中、女性の叫び声がした。そいつを捕まえて、泥棒よ。下を見ると、俺にぶつかって倒れた男の手には女性もののバッグがあった。そいつは俺を強引に押しのけて逃げようとした。正義の警察たるもの、目の前で悪人の違法行為を見逃してどうする。そいつの襟を掴んでグイッと引っ張った。この拳を喰らえ。手が早い。そしてその悪人を警察署まで連行した。最終的には遅刻してしまったが、賊を捕まえた功績から こうでいいんだっけ。署長は俺を罰したりしなかった。高所長は俺のシャツについた血を見て笑いながら、なぜ警察官になりたいのかと聞いた。俺は後ろ手に組み、胸を張って姿勢を正し、大声でこう答えた。正義を広めるため。はい、正義を広めるためです。所長は笑って、その寂しい頭を少しかいた。はあ、お前四課に行け。行き先が変わったな。え、四課？俺は冷や水を浴びせられたような気持ちになった。ん？何？警察学校で散々聞かされていたんだ、捜査四課の噂を。
この4巻もなんか訳ありっぽいですね。いやでもめちゃくちゃいい話になったぞこれは。カルロス君はちゃんとメキシコ脱出というか出発できたし、チャン・ギョンミンさんか、この人もなんか希望通りにね、捜査課か捜査4課の方に移動できてっていう感じですね。終わり。いや、いいねいいね。すまん、登場人物増えたよ。もう一度改めて左側から見ていくと、まあ、カイレンさん、ベンちゃん、ジミーくん、カルロスくん、ギョンミンさん。ギョンミンさんまだちょっと見た目が分かんないですね。っていう感じの登場人物、1,2,3,4,5、今のところ5人出てきました。いや、やばいね。ちょっとなんか物語がどんどんつながっていきますね。はい、ってことで続きのお手紙を読んでいきましょうか。郵便箱を開けていきましょう。あ、また手紙が複数来てる。3通来てますね。時間可以重来、もしも時間が戻せるなら。変な先生かは？クソったれって言ってる。姉さんの写真、これはカルロス君がお姉さん探してるんですよね。ネタシア、ん？全部俺のせいだ、俺が間抜けなせいだ。人質事件？なんかちょっと不穏。どうしよう、これなんか変な先生って言ってる。これはどこともつながりがないですね。それで、あ、これはなんかつながってる。姉さんの写真と人質事件。どうしよう、これちょっと置いとくか。変な先生ってさ、カイレンさんのことじゃないのかな。一回これ置いといて、ここ見てみよう。今日はちょっとね、カルロスくんとチャン・ギョンミンさんの話がメインになるかもしれないですね。ちょっとここを見ていきましょう。じゃあお姉さんの写真から。香港は思っていたところと随分違っていた。俺たちの故郷メキシコは何でもカラフルだった。でもこの香港はなんか灰色っていうか、灰色の道路、灰色のビル、灰色の広告、灰色のホームレスたち。そんなホームレスの中で座っていると俺はかなり目立った。しかしここでペソが香港ドルに両替できないなんて思わなかったぜ。あー、さっきも書いてあったね。ペソはさ、なんか必ず両替できるわけじゃないって。一回米ドル挟まないとって。なるほどね。一眠りして目が覚めると足元の施しの効果がまたいくらか多くなっていた。恥ずかしくなんかない、生きることの方が大切だからな。この辺りのホームレスはみんな俺のことが嫌いだった。なんせ俺は彼らの倍は稼いでいたからな。俺には9つ上の姉がいる。名前はアリシアだ。俺たちはトラロック山にある孤児院で育った。そこはすごい田舎でさ、電話しようと思ったら4キロ離れた一番近くの町、コアテペクまで行かないといけないくらいだった。俺は両親については何の思い出も感情もなかった。姉ちゃんだけが俺の唯一の肉親だ。だからお姉さんとは血がつながってるってことなのかな、これはね。9年前、姉ちゃんはメキシコを離れて出稼ぎに行った。毎年何通も手紙を書いてくれた。郵便配達が来るたびに俺の名前が書かれた封筒がないかワクワクしていた。俺が文字をあまり読めないもんだから、ベニータ院長が一言ずつ読んで聞かせてくれたっけ。姉ちゃんは海外での生活は簡単じゃないけど、それでもたくさん新しいことを知ることができたと書いていた。いや、いいお姉さんだね、本当にね。姉ちゃんからの手紙を読むうちに、俺も姉ちゃんと一緒にその面白くて新しいことを見てみたいと思うようになった。でもなぜか去年から姉ちゃんの手紙が途切れちまったんだ。俺、お姉さんに何かあったんだろうね。さっきのさ、なんか繋がってる事件の人質事件とかがちょっと怖いよね。大丈夫かな。ポンコン、それが姉ちゃんが最後に手紙を送ってきた都市の名前だった。俺は鉄砲おじさんに頼んで文字を教えてもらい、中国語も少し教えてもらった。それから旅費のために働いた。すべては香港に姉ちゃんを探しに行くために。そこに姉ちゃんがいるかどうかもわからなかったけど、少しでも希望があるなら俺は諦めたりしねえ。
絶対に姉ちゃんを探し出す。姉ちゃんの無事をこの目で確かめるんだ。俺は、これは緑町でいいのかな？緑町にやってきた。ここが姉ちゃんの最後の手紙に書いてあった場所だ。ってことは誰か知り合いぐらいは見つかるかもしれないですよね。まあお姉さんに会えるのがもちろん一番いいんだけど、手がかりだけでも欲しい。俺は出発前にベニータ院長がくれた古い携帯を取り出した。そして保存してある姉ちゃんの画像を開いた。そして一軒一軒店を回って携帯を見せて姉ちゃんのことを知ってる人がいないか聞くことにしたんだ。だけど言葉が通じないからか何なのか知らねえが、俺がちょっと何か言うとみんなしっしっと手で追い払いやがる。この辺りをだいぶ探し終えた頃、とあるビルの前で道を塞がんばかりに大勢のやじ馬が集まっているのが見えた。そのビルからは黒煙がもうもうと上がり、中から人がもみくちゃになりながら逃げ出してきていた。やじ馬がどんどん増え、中には携帯で撮影するやつもいた。なんかすごい現代っぽいね。消防車がやっと到着した。携帯が突然鳴り出した。携帯が地面に落ちた。え、落とした携帯が地面の上で震え出して、そのままマンホールの割れ目から下水に落ちてしまった。やっべえ、あ、これはまずい。ちょっと待って、お姉さんの手がかりが。下水道の汚水は止めどなく流れ続けている。俺は下水口にしがみついて首を伸ばして中を覗き込んだ。携帯、俺の携帯どこ？俺はしばらくの間手を突っ込んで探し続けたが、見つからねえ。疲れと絶望から俺はぐったりと地面に座り込んで呆然としていた。あの携帯は今の俺にとって一番大切なものだった。あそこにしか姉ちゃんの写真はないのに。主よ、どうか我をお助けください。待って、カルロス君が本当になんかずっと辛い目に遭ってる。あれがなきゃ姉ちゃんを探せないんです。カルロス、これは助けたい、本当に助けてあげたい。これとどうつながるんだ。ちょっと次の手紙読むか。人質事件ね。捜査4課のオフィスは整理整頓されていない倉庫のようだった。ひどく狭いし、どの机の上にも所狭しと書類がびっしり積んである。証拠品や盗品なんかもそのまんまだいいの？それは、それは本当にいいの？出しっぱで。俺はビシッと敬礼した。おお、え、いいね。ちょっと待って、正義って書いてあるめっちゃ良くない？これスクショ撮っとこう。チャン・ギョンミン、ただいまより4課に配属されました。俺を除けば4課のオフィスには他に2人しかいなかった。先輩の1人はライフル銃を磨きながらいぶかしげに俺をジロジロと見ている。もう1人は何日も寝ていないのか、目の周りに真っ暗なクマがあり、事件の資料と思われるものを漁っていた。座っている位置からしてきっとあの人がかの有名な捜査4課課長カン・ベクヤだろう。ちょっと待って、読めない。ちょっと待って、これもちゃんとメモしよう。はい、ちょっと名前をメモしてきました。カン・ベクヤさんね、課長がね。カン課長は半分になったタバコをくわえながらチラリと俺を見てくぐもった声で言った。お前はあっちだ。課長の視線をたどって俺は自分の席らしき場所を見つけた。その机の上はマクドマルゴのゴミだらけでマクドナルドかマックのゴミだらけで、しかも目の前はトイレだ。まああまりいい席ではない。あははまあ座る場所があってよかった。俺はカン課長に何をすればいいか聞こうとした時、課長の机の電話が鳴った。課長は電話を終えると署から2ブロック離れた場所で暴力団絡みの人質事件が発生したと俺たちに告げた。まさかこの正義の味方チャン・ギョンミン、合ってるよね、チャン・ギョンミンが活躍するチャンスがこんなに早く来るとは。ファン課長がタバコを灰皿に押し付け立ち上がる。俺もすぐそれに続いた。課長が上着をつかむとこちらに向かっていった。銃は配給されてんのか？銃の配給？いえ、確かにまだですが。
ならついてきて何するつもりだ。お前は電話番でもしてろ。要件をメモして余計なことは喋るな。俺、銃がなくても役に立ちます。警官になったのは正義を広めて人民の生命と財産の安全を守るためで。正義？ははは。話し終わる前に課長は笑い出した。正義が銃弾を弾いてくれるのか。うん、お前のような奴は大勢見てきたがな。俺の下でお前が覚えるべきことはたった一つ。それは命。違う、命令に服従することだ。いや、俺そんな意味で言ったんじゃ。ただお手伝いしたかっただけで。配属初日でとんだ誤解を生んじまった。だが俺が言い訳をする前に菅課長は続けていった。もし電話番が嫌なら帰れ。明日から来なくていいぞ。俺から親父に言っておいてやる。課長たちが出て行った後、目の前がトイレという最高の立地の自席に俺は座った。そして時々漂ってくる匂いを嗅ぎながら、深いため息をついた。警察学校にいた頃、捜査四課の名前が出ると、みんなが一様に笑ったもんだ。ここの噂を知らない者はいなかったからな。菅課長は捜査部の有名な独裁者で、部下は命令に絶対服従。彼はかなりの変わり者で、犯罪者に対してはものすごく残忍。しかも他の課長に比べるとかなり若いし、多くの人が何か不当な手段を使って課長に就いたのではと疑っていた。だから新人はみんな四課に入りたがらなかった。なるほどね。捜査課に配属されるなら第一候補はやっぱり一課しかないよな。聞けば一課は捜査部最強で30人以上も捜査員がいるらしい。ああ、なんで俺四課になんか配属されちまったんだよ。落ち込んでいると課長の机の電話がまた鳴った。管轄の、これなんて読むの？フヒラドエリアでまた人質事件が発生しただと。だが四課の人は全員不在。ってことはつまりこの俺チャンギョンミンが出動する時がやってきたんだ。いや、まずいでしょ。メモしておとなしくしてるのが一番いいって。もしくは他の課に回す。やらかしてんな。待って、ギョンミンさん、ギョンミンくんでいいか、新人だし。ギョンミンくんやらかしてるぞ、これ。俺は10分で現場に急行した。そこは10階建てのマンションだった。屋上に2人の人間がいるのが遠目にも確認できた。よし、頑張るぞ。聞くと、あの2人は夫婦で、夫が巨額の借金で首が回らなくなり、奥さんを道連れに飛び降りようとしているとのことだ。うわ。ああ。道連れはやめとけ。え、見てろ。このチャン・ギョンミンがズバッと事件を解決してやるぜ。屋上で犯人は片足をビルの縁にかけていた。手にした包丁を怯えた女性の首に突きつけている。俺はそこに向かった。来るな！お前、こっち来るなって言ってんだろ！激しく動揺した男は右足を踏み外し、奥さんを掴んだまま屋上から落ちた。あ、待って、やめ。彼を説得する間もなく、二人の姿は視界から消えてしまった。マンションの下に血が広がる。俺は吐きそうになった。濃密な血の匂いが風に乗って、遥か高みの屋上の俺の鼻孔にまで飛び込んできたのだ。呆然と立ちすくむ。これが本物の警官になるということなんだと体が感じていた。なんてこった。俺が一体何をした？なんでこんなことに？間抜けにも程がある。神様、どうか俺にもう一度チャンスをお与えください。チャン・ギョンミン。えぐいって。これはえぐいって。次の手紙とかないよね。スタートするか。まずはカルロス君は消防車が到着して携帯が鳴って携帯が地面に落ちた。で、ギョンミン君か。ギョンミン君は俺はそこに向かったってあるけど、向かっちゃダメなんじゃないの？も
しくは消防車到着はこっちでいいんじゃない？消防車に助けてもらうとして、そこに向かわない方がいいよね。そこに向かったはこっちか、カルロスくんの方に行く。地面に落ちたは落としちゃダメだから、地面に落ちたをこっち側にやる。いや、地面、携帯上にしとく携帯落として消防車が到着で、カルロスくんはそこに向かって携帯が鳴り出した。これがどう変わるんだろう、ちょっとわかんないけど、これで様子を見よう。決定。あ、物語は変わるぞ。見てみましょうか、これでどうなるか。説得を試みる。お金ならいつかきっと取り戻せるよ。奥さんもきっと支えてくれる。簡単に諦めちゃダメだ。さらに聞いてみた。なあ、石焼きビビンバ食べたくないか？だが、警察学校で習った説得スキルは全く役に立たなかった。双方睨み合ったまま、時間が刻一刻と過ぎていく。奥さんの体力は尽き、精神も消耗していた。あなた、そんなに死にたいなら、私も一緒に行くわ。できれば、来世では、一緒に幸せになりましょう。やばいやばい、彼女は首に突きつけられていた包丁をつかむと一気に押し込んだ。やばい、あ、やばい、さっきよりもえぐい展開になってしまった。鮮血が吹き出る。そしてゆっくりと自分の地で染まった地面へと倒れた。男の顔は返り血だらけだ。男は何も言わずに地面にひざまずくと、奥さんの手から包丁を取った。すでに精神がおかしくなっているようだ。同じことを二度も繰り返させるものか。数歩踏み込んで接近すると、俺は男の手から凶器を蹴り飛ばした。男は俺に制圧されながら、ほんの目の前で熱を失っていく奥さんを見て泣きじゃくり始めた。俺も彼もこんなことになってしまうとは思ってもいなかった。あってな行動が重大な結果を招いたとして、俺は解雇された。まずい、まずい。消防車はまだ来ない。火事のビルには人だかりができていて、怪我人が次々に運び出されている。一人の黒いトレンチコートのお兄さんが大勢の人を引き連れて消火活動をしていた。そうだ、俺も何か手伝わないと。俺はお兄さんの元に向かって走っていった。ニーハオ、俺も。突然、黒スーツの大柄な男が俺の前を遮ってきた。スーツ男はすげえ背が高くて俺を見下ろしてくる。そしてその顔には深い傷跡があった。手伝いたいんですけど。こっくりと唾を飲み込んで、俺はそのまま何も言えなくなった。スーツ男がすっと手を挙げると、俺の背後を指で示した。背後。そこには消火器を積んだ車があった。夕方になってようやく火は完全に鎮火した。俺は荒い息を吐きながら、ビルの玄関の階段に座り込んだ。全身煙で真っ黒だ。怪我人は全員病院に運ばれ、指揮を取っていたあのお兄さんもすでにどこかに行っちまった。その時、俺の腹が派手な音を立てた。はあ、人助けしたんだし、晩飯ぐらい食わせてもらいたかったぜ。なるほどね。カルロスくんのところはランク B で、まあ、ギョンミンくんの方はもちろんバットだよね。携帯が突然鳴り出したを、ギョンミンくんの方に持ってくるか。これで、消防車は、別にいいのかな、これで。俺はそこに向かったも、こっちに持ってきちゃっていいのかな。携帯が鳴って、そこに向かって、下手い地面に落ちたはさすがにまずいよね。これをカルロスくんの方に戻すのはまずいと思ってて、消防車来てなくても結局消火活動はなんとかなったから、消防車を先に上に持ってくる。消防車を到着させて携帯鳴ってそこ向かって、地面落ちたはわかんないけど、カルロスくんのところから選択肢を全部消す？これありかな？ちょっと見てみよう。あ、でも物語は変わるぞ。どうなる？これで。来るな。お前、こっち来るなって言ってんだろ？あ。展開一緒だ。やべ。
あれでもそんなことない。俺が説得スキルを発揮する間もなく二人の姿は視界から消えてしまった。幸いにも消防隊が駆けつけていて、二人はエアクッションの上に落ちていた。あれ待って、展開変わった。ダメかと思ったら、いやー、てめえこの大バカ野郎がこんな重大事件起こしやがって。しかもだ、知ってたか、この事件は元から俺らの管轄じゃねえんだよ。署に戻ると激怒した管課長に建物中に響くほどの大声で怒鳴られた。病院から電話であの二人は無事だと連絡があった。しかしあの女性は妊娠4ヶ月で、残念ながらお腹の子は助からなかったそうだ。勝手な行動が重大な結果を招いたとして俺は停職処分となった。なるほど、落としちゃダメなんだ、あの屋上からね。エアクッションがあったとしても、お腹の子供を助ける方法もまだあるんですね。でこっちカルロス君の方は、火事が起きたビルの前はもう野獣までいっぱいだった。俺はポケットに携帯を入れると人垣を離れる。別の通りでまた姉ちゃんの情報を聞いて回ることにした。でもランク D だ。手助け、人助けをしてないからかな。だからカルロスくんのところはランク D で、ギョンミンくんの方はランク A。まあ、さっきよりは確かにね、一応お母さんは助かってるからね。カルロスくんのところは、まあ、何かしらの選択肢はやっぱりいるんだ。消防車の到着。消防車こっちなのかな、やっぱり。消防車はこっちに持ってきて、携帯は、でもやっぱ携帯こっちで鳴ってほしいな。なんかギョンミンくんの方で携帯が鳴るっていう展開がまだないよね。俺はそこに向かった。これをさ、こっちに持ってくるか。俺はそこに向かって、必死に、なんか救助手伝ってる間に消防車が到着するパターン。多分これいいんじゃないかなっていうのと、ここで、まあ、携帯になってほしいよね、こっちで。っていうところ。はい。あるぞ、また物語が何かある。これは見てみましょう。どうなる？携帯が鳴り止まない。一体どこのドイツがこんな時に携帯をかけてきたんだ？俺はかがんで携帯を拾おうとした。すると男が激しく動揺して包丁を振り回してくる。動くなって、で電話に出るんじゃねえ。奥さんは包丁が自分の首元から離れた隙に男の左手に噛みついた。いいぞ。男は痛みにうめき包丁を地面に落とした。そして男が包丁を拾った時には奥さんはもう俺の背後に隠れていた。男は突然子供のように泣き出した。お前も俺を捨てるんだな。わかった。俺一人で行くよ。違う、そうじゃない。包丁が彼の喉を切り裂いた。俺にはどうすることもできなかった。ダメだ、勝手な行動が重大な結果を招いたとして停職処分となった。これはまずいね。まあ、ところ変わってカルロス君の方、ビルの前は大混乱だ。消防車、消防士、消火ホース、ここら辺一帯はすでに消防士が完全に管理している。現場の状況を確認している一人の消防士に近づいて、何か手伝えることはないかと聞いてみた。外国人か？その消防士は俺をちらっと見た。ここでゴタゴタ起こさないでくれよ。さっさとこの火事を止めなきゃ、いくつ命があっても足りんからな。俺の怪訝な顔を見てまた一言加えた。あんたは外国人だから知らないだろうがな。ここはブラックドラゴンの縄張りなんだ。ブラックドラゴン、つまりここはマフィアの土地ど真ん中なんだよ。ブラックドラゴン見てみ、まだ見れないか。マフィア、わかるか？ギャングだよ。あんたの国にもマフィアはいるだろう。だからここでトラブルは起こさないでくれ。さあ、行った行った。あっちの露店でジュースでも飲んでな。ってことでブラックドラゴン、なんか読めないけど、によって創立されたマフィア組織である。徐々に勢力を拡大し、今では香港最大となっている。ブラックドラゴンは巨大企業体である、これ何、林グループ、リングループと密接なつながりがあり、薬物、銃器密売、地下賭博などを主な収入源としている。
かつては血は血を呼ぶのモットーを持つブラッディマフィアと同じく香港の二大マフィアの一つだった。しかしブラックドラゴンが麻薬密輸を開始するとその規模はライバルのブラッディの3倍にまで急成長した。現在ブラッディはかつての勢いをなくしているが、ブラッディが重んじる義理人情に惹かれて未だ多くの若者たちが加わっている。なるほどね、マフィアか、怖いな。あ、ランク C だ。なんか消防車来ない方がさ、ちょっとなんか展開良かったよね。どうしよう、消防車こっちにした方がいいのかな。いや難しいねこれね、 S 取るのね。でも諦めない。これで一回見て、あ、ダメだ。あ、でもカルロスくんの方はランク B だ。俺はそこに向かったがランク B で、ギョンミンくんはこれだとバット。ここに向かって携帯鳴らしとく。で、こっちは携帯地面に落として消防車到着。これは変わらんわ。変わりませんね。消防車は呼んだ方がいいのかな。携帯だけ落とすパターン。一回見てみる。いや、ダメだ。ランク C。 地面に落としてそこに向かって鳴り出して消防車。でもギョンミンくんのところ選択肢ないってどうだろう。あ、ダメだ、全部バットだ。全然良くない。これは消防車の到着だけ。全然ダメ。でもやっぱり携帯鳴るのはなんかありっぽいんだよね。携帯鳴らして、で犯人が自分を刺しちゃう前に止めるとかかな。でもこの携帯地面に落ちたをカルロスくん側に置いとくのはなんか嫌なんだけど。あ、でもまたこれちょっと展開変わる。どう？誰かが急に飛び出してきて俺を突き飛ばした。携帯が地面に落ちてその場でくるくると回転した。もう少しでマンホールから下水に落ちるところだった。危ねえ。あ、でもまだ落ちてないよこれは。火事が起きたビルの前はもう野じ馬でいっぱいだった。俺は人垣を離れると別の通りでまた姉ちゃんの情報を聞いて回ることにした。あー、でも D だ、ダメだ。いやでもさ、ここで携帯が落ちるのはありっちゃありなんだ。最初に落ちておけばマンホールに落ちることはなかった。そこに向かったなのかな。これやったっけ、地面に落ちてそこに向かって一応救助、助ける、助けを手伝う。こっちは突然鳴り出して救急車じゃない、消防車が到着する。これは、あー、でもこれまだ見てない。なんだ、一体どこのドイツがこんな時に電話をかけてきたんだ。俺は二人に背を向けて小声で電話に出た。電話は釜山署からだった。四課に緊急事態発生、今すぐ署に戻り待機せよと。これなんか全然違う。電話を切ってから俺はあの二人が屋上から消えていることに気づいた。幸いにも消防隊が駆けつけていて二人はエアクッションの上に落ちていた。あー、でもこれだよね、さっきの音鳴られて。あの二人は無事だけど、そうだよね、お腹の子は助からなかったっていうので停職処分。ダメ、どうやってもうまくいかない。私がバカだから。これはあなたのせいじゃないわ。班課長に何かが起こったようだわ。そっちを解決すればこっちにも何か影響があるかもしれないわ。ここだけじゃダメなの？そんなこともあるの？時々他の手紙が原因で今見ている問題が解決できないことがあるわ。なんてこった。そんな時にはオレンジ色の文字が現れるわ。このオレンジ文字は今見ている問題を解決するには別の手紙からの助けが必要ってことを意味するわ。じゃあオレンジ色の文字があったらまず先に他の手紙を調べればいいのね。そうだわ。場合によっては先に他の手紙の問題を解決しなければいけないわ。または他の手紙に何か手がかりがあるのかもしれないわ。ケースバイケースだから自分で判断するわ。まあ滅多に発生しないけどね。
もしこんなパターンに遭遇したら、手紙の中のヒントを使って頑張るわ。うん、わかった。それじゃあまず、カンベクヤか。カンベクヤの手紙から読んでみるね。なるほど。あ、ここじゃダメなんだ。じゃあ一回終わりにしましょうか。もう気づいてると思うけど、手紙を開くとたくさんの小さい四角形のボックスが見えるでしょ？うん、これって何なの？それには黄色、ピンク、灰色の3種類があるわ。中が色あり、塗りつぶされているものと色なし、塗りつぶしなしがあるわ。このボックスはその手紙のすべての潜在的な未来、つまりエンディングを表しているわ。塗りつぶしボックスはもうそのエンディングは発見したって意味だわ。そして空のボックスは未発見のエンディングがあるって意味なんだわ。黄色の塗りつぶしボックスは今選択しているエンディングだわ。黄色のボックスは塗りつぶしだけで、空のボックスは存在しないわ。そしてピンクの塗りつぶしボックスは発見済みで、今は選択していないエンディングだわ。ピンクの空ボックスは未発見のエンディングだわ。すべてのボックスは SABCDEF カッコ X の順で並んでいるわ。このボックスの状態を見るとお役目の参考になるわ。うん、あとこの灰色のボックスはどういう意味なの？灰色のボックスも塗りつぶしと空があるけど珍しいんだわ。ある事件は他の人物や事件の影響を受けることがあるわ。例えばこのチャンギョンミの事件は、カンベクヤの事件の影響を受けるから灰色ボックスが出てきたんだわ。灰色は今のこの状況ではエンディングの発生確率はゼロ、つまり発生不可能ってことだわ。なるほどね。このなんかグレーの四角があるやつはどうあがいても無理なんだっていうのが一応ここでわかるから、なんかいろいろ試してみて、なんか S 出ないなって思ったら、一回ここに戻ってきてこの四角形の色をね確認したりした方がいいんですね。でも他の問題を解決すれば、このボックスは灰色からエンディング発生可能なものに変化するわ。反対に他の問題を解決する前に達成していたエンディングは灰色に変わってしまうわ。クラクラ難しいよね。ははは、複雑だよね。チャン・ギョンミンの問題を解決すればどういう仕組みかあなたにもわかるはずだわ。うん、やってみるわまずはやってみないとね。なるほどね。なるほどなるほど。はい、ってことで今現状届いているお手紙だけではちょっと S までたどり着けないっていうことが分かりました。で、そのためには新しいお手紙を読む必要があって、まあ菅所長のお話を読む必要がある感じですね。ちょっとそれは次回にしようかな。郵便箱だけ開けとくか。一応届いた手紙だけ確認して今日は終わりにしよう。ケイ様、主よ、私は一体何を間違えたのでしょうっていうので、神様の暗示。ハヌニム、クソ虫あ、神様なんてことだ。こっちがそうだな、絶対こっちがカンベクヤ所長でしょうこの青色のこっちね、今紫と青色が出てきたけど、こっちが多分所長なんじゃないでしょうか続きはまた次回見ていきましょう。めっちゃ面白いこれ、本当にどうですかこれ、物語がねどんどん変わっていく。でもその変わっていく展開がなんかね想像できないところでつながっていて、いや、つながってはないんだけど、でも全然つながってない2人の手紙をね入れ替えることでお互いの状況が変わっていくっていう感じで進めていくゲームです。超楽しいではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。